ハート星雲ですね。魚頭星雲とも言われてるのかな。はい。非常に赤い色がくっきりと出てますね。それからこれはね、胎児星雲です。これもね、赤い色が非常にくっきりと浮かび上がってますね。はい。あ、こっちの方がすごいね。ちょっとどぎつくなりますけれども、胎児星雲の赤い色がすごいよく出てますね。こんにちは、すみやです。今日はシースター S30 によるね、撮影についてです。昨日ね、いろいろ撮っていたんですが、見てみましょうか。Google フォトから見ていきましょう。はい。これがね、ハート星雲ですね。魚頭星雲とも言われてるのかな。はい。非常に赤い色がくっきりと出てますね。AI ノイズ除去までやってね、明るさ、コントラスト、彩度を上げてね、そして最後に AI ノイズ除去をやるとここまでいきますね。もはやね、スマート望遠鏡は AI の性能が決め手になる時代になりましたね。スマートフォンも AI スマホに変わりつつありますが、スマート望遠鏡もね、もはや AI が標準搭載どころか AI の開発競争の段階に入ったんじゃないかなという感じがしますね。はい。それからこれはね、胎児星雲です。これもね、赤い色が非常にくっきりと浮かび上がってますね。はい。あ、こっちの方がすごいね。ちょっとどぎつくなりますけれども、胎児星雲の赤い色がすごいよく出てますね。はい。頭の上が欠けてますけどもね。それからオリオン大星雲も非常に綺麗に出てます。ランニングマン星雲もよく見えますね。はい。なかなかすごいです。これは中間の段階のものですね。131分か。こっちは172分。まあ撮影時間の違いでこういうふうに差が出てますね。明るさとかコントラスト、彩度の上げ方もね、微妙に違うのでちょっと色合いが違うかもしれません。こっちの方が白っぽいね。はい。これは67分ですね。はい。で、これが最初に撮影したスバルプレアデス星団ですね。これは67分なので星雲のね、青い色まではそんなにいっぱい出てませんけれどもね。はい。青い色よりも赤い色がシースター S30 は得意な感じですね。はい。で、今ね、シースター S30 で映しています。はい。タップするとね、そこに移動してくれますね。はい、こんな感じでね、移動してくれます。ちょっと画像がね、転送時間がかかるのか乱れますけどね。ズームしながらね、タップすることもできます。はい、こんな感じですね。はい、ドブソニアン望遠鏡が見えてきました。じゃあここに合わせてみようか。ちょっと広角レンズがぼやけてるという話なんですが、フォーカスはね、調整できないようですね、広角レンズだと。はい。どんどん右行きます。AM5 赤道儀がやってきました。はい、シャープスター130が映りました。はい、ちょっと逆光気味なので望遠鏡が暗くなってますけどね。はい、こんな感じです。
後ろの木を写してみるか。はい、木の上に来ましたね。で、オートフォーカスはないので、こっちに切り替えてオートフォーカス、あ、手動フォーカスパネルになってたな。オートフォーカス、オートフォーカス完了。はい、太陽フィルターつけてるのでちょっとね、見えにくいかもしれません。ちょっと撮っちゃおうか。はい、これ磁石なので簡単に取れるところがいいですね。はい、こういうのそこ、あー、いい感じで映りましたよ。はい、木がねしっかり出てますね。もう一回オートフォーカス、はい、木の枝がねくっきりと見えてきましたね。はい、こんな感じです。うん、広角レンズの方はちょっとピントが、広角レンズの方はねピントがちょっとずれるような感じですね。はい、望遠に合ってんのかな。近くの木だとぼやぼやしてますね。はい、遠くに合わせてみようか。遠くの、遠くの鉄塔、ここに合わせてみようか。うん、ゴルフ練習場のポールですね。うん、いい感じですね。じゃあ広角の場合は、うん、やっぱり少しピンボケ気味ですね。広角レンズの方はちょっと撮影にはあんまり向いていないかもしれません。あくまでも望遠レンズをそっちに向けるという、そういう機能に特化しているような感じですね。はい、まあもちろんね、これからファームウェアのアップデートでこの望遠レンズの方も性能が上がってくれると嬉しいですが、今のところねちょっとピントが合ってないような印象がありますね。はい、こんな感じです。それから昨日ね、オリオン大星雲を撮影を続けていて思ったんですけれども、172分撮影しているのにフィールドローテーション、端っこがねノイズがいっぱい出て欠けてくるという現象がねなんかないんですね。はい、これは AI で処理しているのか、それを補う撮影をね自動でやってくれているのか、ちょっとわかりませんけれども、ほとんどないですよね。今までね S50 で撮影した時には斜めのねノイズがいっぱい出ていたんですけれども、そういうのがないっていうのがねちょっと不思議でした。はい、いわゆるフレーミング機能、モザイク機能でね周りを撮影する機能が入っているので、それをうまく使ってね、多分そのフィールドローテーションでノイズがいっぱい出る三角形のねノイズの部分を撮影して後で保管しているのかもしれませんね。これはちょっとねまだ公式に発表がないのでわかりませんけれども、私が感じたのは、携帯形式のスマート望遠鏡だとねどうしてもフィールドローテーションで端っこのところがねだんだん欠けてくるという現象が起こっていたんですが、そういうのがほとんどね気にならないっていうかないのかもしれませんね。はい、フレーミング機能の応用編でノーマルの画角で撮ってもそういうところのノイズが出ないような仕組みがひょっとしたら入っているのかもしれませんね。はい、最初から撮影範囲をトリミングしてね真ん中だけ映しているのかもしれませんね。はい、端っこは切り取って撮影しているというそういう可能性もなきにしもあらずですが、
どうなんでしょうか。ちょっとね、端っこを見てもあまりノイズが感じられないんですね。まあ AI 画像処理でそういうものを軽減しているのかもしれませんけれども、この辺がすごいところですよね。はい。ランニングマンセーブもよく映ってます。こっちの方がわかりやすいかな。ランニングマンセーブ。うん。こっちの方がなんとなくいい感じですね。はい。こっちはどうだ？うん。これでもランニングマンセーブわかりますね。人間の目が2つあるっていうのがわかります。スバルはね、意外とね、シスター S30 は画角的にはちょうどいいんですけれども、画像処理的にはね、61分と短いので、こういう感じなのかもしれませんし、多分もっと暗いところに行けばもっとね、星雲がくっきり出てくるのかもしれませんが、あ、Google フォトのね、編集機能を使えばもっと綺麗になるのかもしれませんが、これを一旦終了して、はい、終了しますね。はい、シャットダウンして移動しています。Google フォトでこれを編集してみようか。これを編集してみようか。ダイナミック。あ、ダイナミックにするとなかなか綺麗な色が、青い色が出てきますね。はい。補正にしてもなかなかいい感じでしょう。ちょっとノイズっぽいな。はい。調整にしてみようか。明るさ、コントラスト、エフェクト、ホワイトポイント、うん、ハイライト、シャドウ、うん、ブラックポイント、サイド、色温度、ちょっと、キャンセル。吐き。はい、最初に戻りました。オリオン大星雲行ってみようか。うん。これを編集で、ダイナミック。うわー、これはすごいね。本当にダイナミックになっちゃいました。はい。補正、あ、これは自然な感じで補正されてる感じですね。ちょっと緑っぽいけど。はい。で、調整をしてみましょうか。明るさ、ちょっと明るすぎる。明るさはいいや。コントラストを上げてみようか。うん、コントラストを上げるといい感じですね。エフェクト、あー、エフェクトやるとすごい色になるね。はい。ホワイトポイント。ハイライト。シャドウ。おー、すごいね、これ。ブラックポイント。はい。キャンセル。うん。じゃあ、胎児星雲はどうなるかな。はい、補正で。色がすごくなりましたね。ウォーム、クール。うん。なるほど。ダイナミック。ダイナミックは本当のダイナミックですね。調整、明るさ。うん。コントラスト。うん。こんな感じですね。はい。はい。Google フォトでいろんなね、調整も楽しめますね。シスター S30 で撮影した画像をね、AI ノイズ除去の後に、エクスポートっていうところがあるので、そのエクスポートをして、それをね、保存しておくと、こういうふうに Google フォトで、さらにね、非常に色鮮やかな星雲の色をね、さらに強調できるという使い方がありますので、
ぜひ皆さんも使ってみてください。はい。すごいですね。今までね、いろんなスマート望遠鏡出てきましたけれども、一番安くて小型軽量で、そして AI ノイズ処理が非常にね、秀逸で、使い勝手も二眼カメラで良くなって、これはね、まさに今一番おすすめのスマート望遠鏡になっているんじゃないかなというふうに思います。一家に一台、シースター S30、ぜひね、手に入れて、この冬の天体観測を楽しみましょう。寒い外にいなくてもね、部屋の中からスマートフォンで見ることができますので、非常にね、この冬に天体観測をやる上でおすすめですね。はい。あ、それからね、昨日はね、実はこのストッカーのね、ちょっと斜めになっているね、上にシースター S30 を乗せて撮影してました。それでもこれだけ撮れるわけですね。で、水平出しをどうしたかというと、ここにね、ゴムのパッドを2つかませて高さを調整しています。そして落ちないようにね、ちょうど溝があったので、溝のところに後ろの三脚の足は乗せていると。そして前がね、滑り落ちないようにするために、こういうモバイルバッテリーをね、はい、繋いで、こういう風にして撮影してました。はい。ちょっとこれだと短いので、もうちょっと長いのがいいな。はい。これがね、付属のケーブルです。こっちの方が長いので、こっちの方がいいな。はい。これがね、シースター S30 についてきた USB-C ケーブルですので、こっちの方が使い勝手がいいですね。はい。1メートルぐらいあるので、ぐるっと一周ぐらいしても大丈夫そうな感じです。はい。ドワーフ3もね、三脚伸ばせば、この上で撮影できなくはないんですけれども、通常はね、床に置いてます。なぜかというと、赤道儀モードだとね、こっち側に重心がかかるので、どうしてもね、三脚の足に均等に重さがかからないので、床にこの形でね、置いたり、もうちょっと立てて置いたりとか、そういう風にしています。で、これだとちょっと低すぎるので、一段、立ててね、ここに置いて撮影するっていう方法もあるんですが、やっぱりちょっとね、こっから落ちる不安があったので、この姿勢で撮るときには床に置くという形を撮ってますね。はい。こんな感じでやっています。キャンプテーブルの上なんかもね、こういう風な置き方で十分やれるんじゃないかなと思います。それから、シースター S30 の三脚はね、ここにゴムがね、滑り止めのゴムが全部の足についているので、非常にいい感じですね。はい。ちゃんとゴムが、そうですね、直径2センチぐらいのゴムがついてますので、はい。これはいい感じで使えると思います。まあ、こんな感じでね、使っていました。はい。多少風が吹いてもね、落ちることはないと思います。はい。まあ、こんな感じです。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。えい、えい、えいと。ドワーフ3もう一度あるけどね。はい。もう乗せられないので。